上方浮世絵館の館長の高野です。上方浮世絵館は江戸時代の大阪で制作されていた浮世絵を展示しています。大阪の浮世絵は役者絵がほとんどです。当時の道頓堀で上演され、歌舞伎のシーンを浮世絵で見ることができます。そこで過去の展示企画、浮世絵で見る役者の化粧に今回はスポットを当ててみます。歌舞伎は男性が全ての役を演じるので、様々な約束事があります。その一つ、化粧法に隈取りがあります。役柄によって色や形が分けられています。赤色は朱に、正義感にあふれた勇壮な役、青色は大悪人役に用いられ、茶色は鬼や妖怪などの役に使われていました。また浮世絵に描かれた役者たちの化粧は隈取りだけではなく、娘役から女房役までの女形の化粧もあって、美しくありたいという現代に通じる化粧の心を見ることができます。女形には笹色紅という化粧法があります。下唇に紅を濃く重ねていくと玉虫色の艶が出てきます。当時の紅は大変高価でしたが、女性の間で広く流行したそうです。江戸時代の女性と現代の女性のメイクが大きく違うところは眉とお歯黒でしょう。眉を剃り落とすことで子供を出産した印となり、お歯黒の多くは結婚を気につけられました。しかしこれらの化粧は外国人に不評のため禁令が出ました。歌舞伎芝居では色や形で役柄を知ることができます。上方浮世絵館にお運びくださいませ。お待ちしております。